はい、今日の私のハッピーポイントをお話しします。今日はいよいよ始業式ということで、令和4年度が本格的にスタートしました。今日は、新旧時のお友達だけで、新しいお友達は、お休みだったんですけれども、とってもみんな元気いっぱいに来ることができました。朝から本当に元気な声がたくさん聞こえまして、私もすごく朝からが元気をたくさんもらいました。始業式にも参加したんですけれども、年長さんはしっかりよくお話を聞くこともできていて、なんかまた一つ大きくなったなっていうのをとても実感しました。お部屋に戻ってきてからは、おやつを食べたりお荷物を準備したりとし、そういうことをしていて、すごくあっという間の時間だったんですけれども、本当に元気が良くて、いっぱいいろんなお話をしてくれて、とても楽しい一日を過ごすことができました。これから、いろんなことがあると思うんですけれども、そんな元気なお友達と、たくさん思い出を作っていきたいなというふうに思って、とても幸せな一日になりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。